りということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、いろんなことがあって、まあ、とりあえず、やっと、9階に行けるようになったわけだけれど、とりあえず一旦ベースラボに戻って、いろいろとまた買い物をしてこようか。テレビ経由？この世界ではテレビを伝って、ワープするのが普通ということなの？ちょっと、あ、キノピオオール！キノピオと話すことはできないのかい？まあ、とりあえずショップチャンネルで。黄金の骨がやっぱり大事よね。これが一番大事やと思うんやけど。とりあえずこれ在庫あるだけ買っといた方がいいんじゃない？はい、これで黄金の骨3つゲット。手元のテレサマーカー。あとはなんか別にっていう感じやけど、宝石マーカーも一応。おし、行きますか、じゃあ。戻ります。何の会話もなく買い物だけして戻ります。そのテレビはいつも持ち歩いてるのね。はい、それじゃあ、行きますか。やっとこさ手に入れた。この9階のボタンを使って。お化け猫どうなったんやろうね。あのおばさんとこ戻ったんかな。9階ミュージアムフロア。ミュージアム？博物館？こんな感じやろう。とりあえず全体的に暗いけん、ナイトミュージアム的な感じになるんかな。ちょっと楽しみ。恐竜の骨が動き出したりとか。お、骨や、骨。はい、到着。なんかめっちゃでっかい植物。なんかカラスが不気味だな。え、なになんか急激に。動き出し。なんかこの花めっちゃ動く。特にこの辺はすることはなさそう。なんか、あれやね、内側が見えるの新鮮な感じするね。卵。あ、これお金、いや、ちょっとびっくりした。見えてなかった、そっち。お金に目がくらみまして。あー、ちょっと逃げた！お金が逃げた。これは、あれですか。展示されてる。から、ちょ、待って。ほ。やっつけれんやつかな。ね、なにこれ？なんか豚の貯金箱。豚の貯金箱展示されとるけど、どういうこと？なんかそんな歴史的なものなんかな。もしかしてトイストーリーのハムが。よくわからんけども。この辺別にできるようなこと何もなす。あ、これ。二人で同時に引っ張る感じかな。なんかこれスイッチあるよ、なんか。え、これスイッチよね。違う？あ、ほら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 。え、これお金じゃないの、大量の。この辺もやっぱり出したりとかはできん感じなんか。はい。おお、大量のお金ゲット。お、やった、宝石ゲット。ここの宝石は、恐竜の足跡型ないんやね。なるほど、なるほど。めっちゃわかりにくいところにスイッチあるね。そういう、もう、これ多分ゲットできるやつじゃない？なんかめっちゃ光よるよ、これ。え、違うの？ゲットできないの、これ。絶対ゲットできると思ったんやけど。超キラキラ存在主張してくるんやけど。まあいいや、とりあえず、引っ張って、はい、グイージもそっち引っ張って。で、これも、宝石じゃないの？違うの？よっ。
よいしょ。オッケー、あれいかにも動き出しそう。いかにも動き出しそう、あれ。ちょいと待ってねー。え、なに？めっちゃ動いてない？何もないのか。何もできないのか。とりあえずグイージ出していこう。行こう行こう。泣く。雷か。恐竜の首の角度変わりましたよね。雷で真っ白になって何も見えねえぞ。あ、待って、キノピオやこれ。ねえ、これキノピオ。これを。はっ。え、もうこれ助けられ。あ、待って、影が。ですよね、そんな簡単にいかないですよね。え、これと戦うの？あー、キノピオー！あ、食われる、食われる、食われる。お、これはなんかもうあからさまにあの胸の赤い部分が、え、吸い込まれたよ。胸の赤い部分が弱点です、みたいな感じ。待って、グーイージも出しておいて。なんか卵出てきた、卵。これ吸い込んで。いやー、衝撃波。これ吸い込んで、あいつに当てるんじゃない？違う？どこ、うん、なん、どこに飛ばしてんだ、私。怖い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 。これで多分、ほら。え？全然当てれんねえけど。ちょ、待って、いやー。は、お、加えた、加えた、加えた。え、食べたよ、なんか。え、それでいいの？正解は？ CM の後。ああ。あれ、グイージ、グイージがおらん。いつの間に消えた。は、あ、加えた。どれが正解なの？あれはなんか、回復させてしまってるの？あ、食べてる！そういうことか。食べよる間に、食べる間になんか上向いて、あの弱点っぽい部分が見えとるけん、そこにぶつけるんじゃない？よいしょ。ほら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 、そういうことや。なるほどね。何？あれから卵を押してきよった。こいつが生み出しよるわけじゃなかったんや。え、ちょ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 、え、なんか卵空中にあるんだけど。あ、超暴れだした。何何何何？あ、卵出てきた。いやー、なんかめっちゃ暴れとるやん。いやー、怖い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 、やめてやめてやめて。でもこれ、この卵をぶつけたところで、え、どうすればいいんやろ。他にぶつけるものがないんやけど。え、なに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 。あ、次の卵落ちてきたけど。二つとも落ちといてくれんかったらさ、どうにもできんくない？なんだ、何をどうすればいいの。卵来たよ。え、そういう感じで卵が来てもさ、卵が、あー、卵食べてる間に何もできんやんし。はぁ、ていていて。なんだ、何ができるんだ私に。卵の代わりに何かをかませられれば攻撃の隙を作れそうなんじゃが。卵の代わりに何をかませられるの？何もかませられないよ。これ、全然かませられないんですけど。え？卵の代わりにかませられるものとか？卵が1個しか落ちてこなくなり、ガンの鈍いアユなら、代わりになるものがなかなか思いつくことができない。ぐーい。ええー、怖い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 。なんか攻撃パターン変わった。え、攻撃パターン変わったよ。二人おったらなんか違うもんなんかな。ちょっと待って。あ、え、待って。グイージ食べてる。そういうことか。そういう戦い方。あ、めっちゃこいつ上でうわぁ！上
がかり取ったらもう、疲れてしまって、ちょっと待って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 。範囲がめちゃくちゃ広くなったのでは。てか、グーイージ。グーイージ出しとこう。ね。グーイージ出して、あ、待って、どこ行っ、骨がつかめれるようになった。なんか尻尾来そう。怖いよ。はっ。もう別に何もかませなくてもちゃんと攻撃できる。おー、怖いっす。はい。ちょっと上向いた時とかに、いてて。ちょっと上向いた時とかに、ぶつけられる。なんかさっきまでよりも、攻撃与えるの簡単になったんじゃね、これ。どうよ。いけ！おー、いいぞ。なんかどんどん破壊されていきよらん？てか、もう、胸の方すっかすかやん。あ、やっつけた！マジで？え、やった？え、なんか出てきた。で？誰？何？中身？こいつが乗り移って暴れよったってこと？なんか原始人みたいなんでできた。原始人みたいなんでできた。あれで終わりかと思ったのに。あれか、あれで終わりやったら今までのボスの中で一番簡単やったよね。何？もうやめてよ。無理。あ、クイージが。てか博物館めっちゃめちゃやん、ちょっと。やばい。おい。お？ストロボ効かないんすか？こいつ。効くよね。でもなんか骨。そう、持ってる骨邪魔だな。ちょ、待って。はい。グーイージは出しておく必要があると思うんだ。待って。あ！あの衝撃波みたいなやつは、もうジャンプで避けるしかないっすよね。あ、やめて、グイージの方に行ってください。避けきれてない。しかもね、いつもね、衝撃波の後に、めっちゃなんか向こう自体もね、ダメージっぽいの受けようんやけど、こっちもその時ちょっと、はい、ピカン。こっちもその時ちょうどね、混乱しとったりとかしてね、全然なんでね。しかし、ちょっとコツがつかめたような気がしなくもないぞ。ちょっと待って、グーイージ。はい。出て。このパターンやね。このパターンでいこう。よし。はい。あ、ちょっと遅かった。ちょっとっていうか、だいぶ遅かった。待って。ハートが2つあるよ。こっち追いかけてこないで、グーイージの方に行って。そっち犠牲にするんで、私。いつも、誰かの犠牲の上に生きていく、アユナであった。何これ、なんか落ちてる。お金？あ、お金やね。待って。ちょっとグーイージ消してしまった。キャー、はい、来るよ。はい、ちょ。ミュージアムフロアで展示品をすべて破壊した最悪なやつやん。すべて破壊してしまったよ。はい。で、この隙に、いかん。よし。でも今までのボスの中では結構楽な方かもしれん。てか、このフロア何？ボスだけ？いや、他に別に何もなかったよね。はい。よし、いけるぜ。なんかもう他に障害物もないけんさ、特に避けんといかんようなものもないんでね。おっしゃー、吸い込めるー。危ない。お骨が押し込んでくれた。あ、キノピオの、あ、そっか。もしや
キノピオのことを忘れていた。ちょっと待って、周りのハートをかき集めたい。よし、キノピオ。やっとこれで二人目のキノピオ解放？もう一人キノピオおるんよね。どんだけだよ。はい、来たー。横向き。おかえ、あ、ボタンも一緒に。何、どうした、何にビビってんの。雷、行ってみー。あ、それとも閉じ込められる前の記憶とかかな。あれ、何、何回。オッケーオッケー。何階って書いとんの。あ、てってて。地下2階や。え、これ地下2階なの。おお、また一人キノピオくんを助け出せようで何よりじゃわい。さあ、キノピオくんはベースラボで預かってやるぞい。ルイジくん、エレベーターまで案内してあげるのじゃ。はい、エレベーターよ。ベースラボへ行ってらっしゃい。バイバイ。はいはい。フュー。おお、まためっちゃ見られよる。あ、お化け猫。尻尾は無事？多分自分の可愛がっとる猫が傷つけられたけん、めちゃくちゃ頭にきとると思うけれど。はいはい。さて、ルイージくんよ。これでまだ見つかっていないのは、キノピオくんがあと一人と、ピーチ姫、そしてマリオくんじゃな。まだまだ道半ばといったところじゃの。頑張るんじゃぞ。頑張ります。ほい、ということで、何、めっちゃ揺れてる雷。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この雷だとかはさ、ちゃんと外で起こってることなの？この回だけで起こっとるやつじゃないよね、別に。